どうも、新宿アボイ金京です。伊沢です。新宿アボイの中年の視聴でございます。じゃあということでお願いします。はい、 YouTube ってさ、はい、なんか喋っちゃいけない話とかあったのかな。いやー、どうなんだろう。テレビよりは緩いんじゃないですか。でもまあ、あんまりそんな、どうなんだろう、あんまり差別的な話とか、まあでもまあそれはそれで内容的に、炎上しちゃうとかでしょ。でテレビはその前にもう流せないっていうのがあるから、放送禁止用語というか、放送コード的にはテレビよりはだいぶ緩いんじゃないですか。緩い、うん、まあ、逆にね、ほら胸出せないって話だしね。そう、 YouTube はね、なんかそんな話をするんですか。そんな話しようかな。じゃあちょっとそれ気をつけてもらわないと、ああ大丈夫なんだってベラベラベラのこうだってやられちゃうと、日本は日本はとかってやる。いや、そういう全然そういう言うじゃない。なんかそう、思想系の話じゃなくて、思想系の話じゃなくて、下の話ですかに近いかもしれない。あ、下寄りだったらまあまあ大丈夫ですか。大丈夫、うん、まあそう、用語、まあ用語もどうなのかね、わかんないんだけど。いや、俺結構本当に衝撃的だった話なんだけど。はい、じゃあまあ、いや、まあ最悪これダメだってなったら、ちょっと加工して、音声じゃこの回だけ加工します、うん、はい、ちょっと大変かもしれないですけど。はい、いい、大丈夫です。バイトの最中の話なんだけどさ、はいはい、アルバイトしててね、はい、あ、まあ深夜ですから、うん、ちょっとまあレジをやってたんですよ、はいはい、そうしたらさ、一、うん、人女性がね、まあ、酔っ払ってんのかな、ちょっとフラフラした感じで入ってきて、うん、でレジカウンターの周りに立ってたのよ、うん、で、はい、タバコをちょっと見てんのかなと思った、番号。ああ、はいはい、ぼーっとぼーっとしてるから、うん、で見て、でも見てるけど全然レジに来ないの。うん、そしたらまあお客さん並んできたから、まあ、どうぞどうぞっつって通した、うん、でやってても全然来ないの。でパッて見たら寝てたのよ、うん、こうカウンターでタバコ見てんのかなと思ったら、立って寝てるってこと。立って寝てたの。うん、どう、すごいね。でまあお酒に酔ってんのかなか知らないけど、うん、でまあレジ通してたらさ、うん、周りのお客さんがさ結構遠巻きにその人見てるの。はい、なんでかなと思って、多分寝てるだけだから、いや、分かってきた、分かってきた、わーテンション上がってきた。何テンション上がってた。何か分かったの。いやいや、まあちょっと僕が言うのもあれなんで、どうぞどうぞ、はい、見ててさ、なんでかなと思ったら、はいはい、俺分かんないんだけど、はい、で、うん、まあレジやってちょっとお客さんいなくなって、その人パッて見たら、はい、まあ寝てるから、うん、なんだろうなと思ってちょっと近づいてみたんだけど、うん、ちょっと違和感感じて、うん、あれなんかうんこくせえなと思ったの。うん、え、うん、なんでだろうなと思ってさ、はい、そんなあるわけじゃないのに、はい、で、もしかしたら、うん、遠巻き見てたのも、うん、うんこ漏らしてんじゃないかなと思ったの、その人が、女の人が。あー、なるほど、はい、で、確かうんこの匂いもするから、うん、おー、はい、まあ、そんなわけないよなと思って近づいて、うん、下見たら、うん、全然うんこが漏らしてないの、うん、はい、でもなんかうんこ匂いするなと思ってパッて見たら、うん、体中べっとりうんこついたのよ。え？どういうこと？わかんないんだけど、俺服とかにもうすごいついてて、と思って、で、その人が何かの拍子にお金ポーンって落としたのよ、うん、で、お金落としましたよっつって戻したら、うん、手にうんこ握ってたのよ。いや、ちょっとごめんなさい、ちょっとごめんなさいね、私の想像と違ったんで、はい、今だとこの話で私がさっきあんなテンション上がったと思われるんで、うんこ持ってた。いや、すみません、ちょ、これはごめんです。いや、びっくりしたさ、俺勘違いしました、私の勘違いです。と思って、だからこう持ってたってことでしょ。逃げてたのよ、ってね、ながらで、服とかについてるし、と思って、俺と思って。そしたらさ、ちょっとなんかレジとか触ろうとするからさ、あ、ちょ待ってください、それはちょっと触らないでくださいっつって、そりゃそうだ、一旦外出てくださいっつって、そしたら分かりましたっつって外出てたのよ、うん、女の人、はい、それあまりにも衝撃的でさ、俺、はあ、
あもしかしたら俺なんかそれプレーの一環なんじゃないかなとかさ。ああ、だからそうなってくると私もちょっとね、かぶるんですよ。さっきちょっとテンション上がったのが。だからその見てる人も一緒っていうこと？いや、じゃあ見てる人関係ない。もう本当に関係ないんだ。関係ない、本当のお客さん。じゃあそっか、それはちょっと。本当のお客さん。ああ、なるほどね。全く関係なくて。でもなんかずっと見てんのよ、その人。で、俺通してのに、なんかずっと見てるからチラチラチラ。なんだろうなと思ってたら、そういうことだったんですね。え、それって結局、何をしたかったんだろうね、その人。酔っ払ってんのか分かんないけど。酔っ払ってて、いや、俺が本当に分かんない。訳分かんなくなって、もううんこ持って歩いたもん。持ってんのか、もう服にもついてるし、なんだったら、まあ、言ったらショートパンツ、短いズボン履いてんだけど、その下のなんか、ふくらはぎのところぐらいにもついてんのよ。もう訳分かんなくてさ、俺、怖くて。はぁ、そういうこと。めちゃくちゃ怖かった、怖いね。いや、よかったよ、まあ、その子なんかどっかにバンとか ねやられたら。でさ、なんで出なきゃいけないのよって逆上されたらめっちゃ怖いじゃん、それも。怖い、んなもん投げられたり。投げられたりとか。抱きられたりしね、なんかもう。めちゃくちゃ怖かったよ、怖いなぁ。あの、ナイフ持ってるのとはまた違う怖さだよね。いや、俺衝撃的だったもん。わけわかんなすぎて。これ、びっくりした、ほんとに。そのまま出てって、そっからは帰ってこない。一回入ってきたけど、またすぐ出てたの。なんだろうなと思って。誰かにやらされてんのか。やらされてんじゃないかなっていう気もすんのよ。もしかしたらなんかそういうプレーの一環。はい。でも、別にそんな会話もしてないから。でも、そんなうんこ握らすプレーなんかよくわかんないじゃん。よくわかんないな。めちゃくちゃ怖かったよ、俺。いやそう、あ、なるほどね、そういう話ね。何に興奮してたの？いや、私は、あなた、うんこ好きなんですか？いや、違うんですよ、すいません、ちょっと語弊が出ます。いや、好きではないんですよ。え？語弊？語弊。いや、うんこだけ。いや、違う、そういう話じゃなくて、あの、違うんですよ。だから、もう一人いたっていうのを聞いたときに、うん、だから、なんか遠隔で、何かを、スケベなことやってんじゃないか、なんかやらして、それをだから遠隔で見てんじゃないかって。だから遠隔なんか一言も言ってないけどね。いや、言ってないけど、だからもう一人いてじっと見てる人がいたっていうのを聞いた時に、あ、なんかその類だなと思ってカウンター前に立たせて、なんかやらしてんのかなと思って、うわぁすごいです。で、なんか撮影かなんかしてんじゃないかっていう、その あったんですよ、私昔渋谷で。興奮してるね。いや、だからその類かなと思ったんですよ。あの昔センター街を朝方歩いてたら、うん、朝まで飲んで歩いてたら、うん、女の人がちょっと小走りでバーッと歩いてるから、うん、あ、なんだろうなってバーッと見たら、思いっきり裸なのよ。え、裸じゃんこの人と思って、はいはい、で、周りにちょっと端っこにね、センター街のいる人もみんななんかその人をこうやって見てるのよ。おー、おとまきに。あれ、何これって一瞬分かんなくて、裸の人歩いてるから。でも、よくよく考えたら、その他のとこに、ちょっと端っこにいた人が、バッグを持ってずっとその人をこう見てたの。ってことは、おそらくね、カメラで撮ってんの。だから、そういう撮影的な。はいはいはい、まあ、もう、多分違法ですよ、おそらく。だから、その類かなと思って、石澤さんのコンビニで AV の撮影されたのかいっていうテンションの流れで興奮してたの。うん、うわすごいことされたねっていうテンションなんだけど、まさかそんなさ、結構できてると思わなかったから、私そっちに興奮したと思われちゃう、ちょっと語弊が出る。いや、俺はそういう一節目なんだろうなと思ったら、なんかすごい興奮してたから、あーって言ってたの。いや、違います。やらしてたんじゃないのか。いや、私は知らないですけど。いや、だからそういうことではないんですけど、でももしかしたらそういうことなのかもしれない。その遠巻き見てた人は何か やらしてたのか、うん、分かんないね。もう、とにかくなんかもう寝てたんだよ、その人、女の人って。怖いね。いや、本当に怖いね、うん、だからまあこれはもうちょっとだな、要はこれはな、どういう、伊藤さんはやっぱり、いや、だから汚い話は良くないんじゃないかなって。汚い話が良くないって話ですね、うん、ああ、なるほどね。でもこの話を したいんだけど、うん、俺一人夜勤だったのよ、その日、うん、で話す人もいないから。そっか、自分の中で処理するしかない、処理するしかないからそれもなかなか記憶に残るでしょ。いや、びっくりした、俺そんな、うん、だってうんこ握ってる人初めてだもん。いや、いないね。漫画で歩かなぐらいな、うん、あられちゃんがうんこを刺したボン持ってるぐらいな。そう、財布とうんこ握ってたから
ったな。いやいやいや、その落としたお金もついたんじゃないかなって後のところだったけど、匂ったけど大丈夫だった。怖かったよ、まあ、そんな話でさ、足の裏についてね、いや運がついたからいいんじゃないとか。いやいや、そんなレベルじゃない。そんなレベルじゃないんだよ。と思ったベッドリじゃ体全部服とかもなんだこれ。いや怖っ。でもそれだってさ、外歩いてたって多分外で見かけた人も、え、何この人っては絶対なってるよ、ね、な。いやー、でもまあ夜だからね、それ夜で近づかなきゃ分かんないし、でもまあ匂いも強かったけどね。通りすがりだったら分かんないし、ね、分かんないけどね。電車なんか乗って帰られたら最悪だよ、それ。うんこ握って。いやでもまあね、電車もまあちょっと終わったような時間帯だったからね、それはちょっと分かんないですけど、まあ、そういう話だな。俺は衝撃的な話です。衝撃的。ありがとうございました。